匠でございます。今ですね、バスに乗っております。青森空港行きのバスに乗っております。今から青森空港をご紹介したいと思います。ではですね、動画の方をどうぞ。皆さんこんばんは。青森の空港に来てます。青森の空港はレンタカーターミナルというのがあるんですね。ですね、レンタカーのターミナルがありましてね、別旅客ターミナルとは別にレンタカー専用ターミナルみたいですね。でこちらが駐車場ですかね。で駐車場から旅客ターミナル行くやつですね。早速中見てみましょう。フリーエンジンなんですね。青森名古屋線が就航10周年ですね。今日はですね、青森から東京まで飛行機には乗りません。電車でね、東京から来たんでね、ちょっと空港に行ってみようということで急遽空港まで駆けつけました。国内線出発ロビーですね。ガラガラですね。3本で終わりか。これも到着便だな。こっちが国内最先の出発便だったかな。はい、実は青森空港僕は初めてかなっていう感じですね。まずは地図を確認ですね。これはもう必ず毎回やりますね。初めての空港ですからね。ということでですね、まず展望デッキに行ってみたいと思います。さすがにこれは取れないかな。空港っぽい滑走路がありますね。てか滑走路ですけどね、空港なんですけどね。 FDA のゲート調べてこよう。こちらね、ウェルカムトゥ青森って、ね、到着エリアですね。僕が画面から消えたからちょっとこっち映しておきましょうか。ちょうどカメラがあってですね、温度モニターがあります。皆さん見えますでしょうか。こちらがですね、青森空港の管制塔です。電気ついてるところの上かな、管制塔。ちょっと暗くて見えないんですけど、電気ついてる部屋がもしかしたら管制塔かな。この程度の高さで足りんでしょうね。ちょっと詳しい方いたら教えてください。暗くて見えません。昼間見に来る時間がないんで。ここからですね、1個2個、ここで3個4個5個あるんですよね。で、3B に到着ってことなんですけど、その向こうの2個が 1A1B で、これが2位で、向こうが 3A3B だとちょっと飛行機がスポッと入るとか見えないんですけど、あっちが国際専用で、こっちで、1AB で、で、向こう、今目のが2番で、これが 3AB だったら、でも普通 3AB ってことないよな。チョークは置いてあってね、燃料補給の車もいるんで、もしかしたらここに入ってくるのかなと思うんですけども、エネオスさんなんですね。サンアイオーリさんじゃないんですね。ここに入ってくるのかな。ここに入ってきてくれたら最高なんですけどね。あと10分程度で、あと5分程度で降りてきますかね。今日はちょっと無線機持ってきた、航空受信機持ってきてないんで、いつもね、航空無線受信機でタワーのあれを聞きながらやってるんですけどね、そうすると大体降りてくる時間わかるんですけど、今日ちょっと空港に来る予定がなかったんで急遽来たんでね、航空無線の受信機を持ってくるの忘れちゃったんですよ。持ってきてないんですよね。昨日のが時間あったから昨日来ればよかったかな。
ここが管制塔ですね。人がいましたね。でね、羽田とか成田と違ってもうこの時間真っ暗なんで、まだ6時、7時なんですよ。で、風向きの感じからすると向こうから降りてくるのかなと。管制塔、ここを展望デッキから見て管制塔向こうで、風向きの関係からするとこっちに降りてから降りてくるのかなと思うんですけど、どうですかね。これ一人で喋ってますけどね、人がいたら恥ずかしいですよね。今いないからいいですけど。10分程度飛行機遅れてそうです。青森空港の、上空の雷雲を避けるために、機種の変更したってことですね。積乱雲突っ込んでくればいいのにねつったら怒られちゃいますね。ということで18時50分予定が19時頃の到着予定だそうです。今放送が入ってました。雷が今ね光ってましたね、向こうでね。着陸してくる方向に雷が光ってるってちょっとね、積乱雲があるってちょっとあれですね。ああ、飛行機かと思ったら違ってた。ちなみにですね、この真っ暗い中に僕一人です、展望デッキにの。そうですよね、こんな時間に見に来たってね、羽田空港とかだったら光がいっぱいあっていいですけど、この空港じゃあね、これだけですからね。綺麗で、まあ綺麗じゃないとは言わないけど、あっちの方がね、結構ね、光がすごいんですよね。鳥がね、なんか飛んでてね、飛行機のあれと勘違いしちゃう。ここにね、監視カメラが2個もついてますね。まあ、こっちの方見てるのかどうか分かりませんけどね。見ればわかるんで、ライターつに照らせばわかるんですけど、カメラ向きね。だけど怒られちゃいますからね。乗り換えのお客様、並びにご出発のお客様へお詫びとお知らせを申し上げます。名古屋小牧空港からの富士ドリームエアラインズ367便は、青森空港周辺の雷雲を避けるため到着が遅れております。ただいまのところ19時15分前後の到着を見込んでおります。お出迎えのお客様は大変恐れ入りますが、次のご案内まで今しばらくお待ちくださいということです。なお折り返し便となります名古屋小牧行き368便は使用機到着遅れのため出発が遅れる予定でございます。新しい出発時間につきましては決まり次第ご案内いたします。お出迎えのお客様並びにご出発のお客様は大変恐れ入りますが、次のご案内まで今しばらくお待ちください。本日はご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。はい、ということで、あとまだ18時50分の定刻なんで、実質10分15分だから25分遅れということですかね。まあ19時ですんで、これバス待ってんのかな。地方空港っていうのはね、ご存知の方もいるかもしれないんですけど、バスがですねフライト直して走ってるんで、ここでノロノロしてるバスとバス行っちゃうんですね。で本来18時50分到着予定だったんで19時10分のバスに乗る予定だったんですけど、それが待ってるのかどうか、おそらく待ってると思うんですけどね。次が56分までないんでね。でそれが最終なんで、それ前には帰りますけど、遅れた飛行機ね、19時10分着ということで今8分なんですけど、
なんか降りてくると思います。もうあそこにスタンバってますからね。ここでゲート合ってますね。はい、ここでね、係員さんがスタンバってるんで、ここに入ってくるはずです。今ね、あの階段上がって、ボーディングブリッジをですね、飛行機につける方がですね、今スタンバイ始めました。まあ、皆さんご存知だと思いますけどね、このボーディングブリッジってね、誰でも動かせるわけじゃないんですよ。ちゃんとね、車内資格があってね、それをね、受からないと動かせないんですよね。エネオスのオイル屋さんどっか行っちゃったな。はい、降りてきました。はい、これが FDA ですね、富士ドリームエアラインでしたっけ。45分遅れで降りてきました。予定通りですね、僕の思った方角から、まあ風向きはね、そんな強くないですけど、そんな感じでしたからね。今着陸したんで、これですね、これ分かりますかね、これね、はい、こちらのこと誘導棒を持ち上げましたね。これで飛行機にパイロットにですね、合図するということですね。
寒かったですね。19時19分か。そういうことは19時50分くらいですかね、新しい出発時刻は。1階です。あとはバスが待ってるからだな。ドアが開きます。ちょっと寒かったです。